愛にできることはまだあるかい。何も持たずに生まれ落ちた僕、岩の隙間でのかうち回ってる。諦めたものと賢いものだけが勝者の時代にどこで息をする。まだあるかい、ラッドウィンプス、ガズレレ流ショートカットバージョンでお届けしました。はい、ウクレレ練習用です。で、ショートカットバージョンと言いながらも4分近くに、まあ、あるんですけれども、これを参考にして全部やってみたい方、これね、自分で2番とか書き出していくとできるようになってますんで、ちょっと参考にして書き出してください。テロップで一緒に演奏できるようになった方は、自分で今度どんどんノートとかに書き出して自分だけで歌ってみてください。で、ちょっと私のノートを見ていただこうと思うんですけど、これ最初このアカペラで始まってってやつけど、ここ見て、このコード進行をずっとループって言って回してるんですよ。で、歌詞が変わっていくだけなんで、こっからここまでもうずっと同じコード進行とこの歌詞を書き出したということなんですけど、この歌い回しとかメロディーが上がったり下がったりっていうのはすごく細かいんで、相当この私もこういろいろ書き込んで苦労したっていうか、その歌い回しをね、やっぱりこの、なかなかその一筋縄ではいかないんで、こう自分でやってみたんですけど、こういうね、メロディーとかこの、
点でね、点の点はタイミング、このぐにゃぐにゃしてるのはメロディーラインを一応書いてるんですよ。なんでこうやって自分だけが分かるメッセージにしとくと便利かなと思います。まあこれ一つの例なんで参考になればいいと思うんですけど、こんな感じで私は書いてますということです。はい。で、ここが一応ここからサビっていうか、サビになるんですね。はい。こんな感じ。今日はですね、全部、シンプル簡単バージョンとかっこいいバージョン、コードはもう一緒にしましたね。で、もう見てもらうと分かるんですけど、これでもノットきっちきち一枚で、まあなんとかって感じで。で、ここがブリッジパートです。で、ここね、サビ一回やったら、またここに来たら一回サビ、ここに戻りますからね。テロップと同時に確認しながらちょっとやっていってみてください。この辺ちょっと一時停止一応しとこうかな。テロップと一緒に見てもらうのが一番分かりやすいと思いますけどね。一応参考まで。で、この後ブリッジパートと言われるところで、何もない僕たちにっていうところが始まるんですけど、この辺でちょっとね、見たことないコードが出てきます。で、この辺ごちゃごちゃ書いてあるんですけど、ちょっとね、このノートで1枚で表現するの難しいんで、動画のテロップとちょっと示し合わせながら、理解していただきたいんですけど、この辺に出てくる D シャープとかね、これ G アドナインスっていうコードとか、後で解説しますけどね。ほんで、最後、一回間奏を挟んで、間奏っていうのはこのコード進行を挟んで、最後エンディングの、愛にできることはまだあるよというところにフレーズにつなげて、終わったというのがガゼレレ流ショートカットバージョンでございます。で、出てくるコード、ちょっとね、今日はね、スペースがあんまなくなっちゃって、これ見て、C、A マイナー、F、D マイナーでしょ ?G7、E7、E マイナー7。これが基本になってます。はい。で、この他に今日この2つのコードを、足すんですけど、まず、ここに出てきたこの、コード。これはですね、はい、これです。ガゼレレ必須コードと呼ばれているガゼレレ入門コードのグループなんですよ、全部。私がこの8個のコードをめちゃくちゃ頭にスッと覚えるように楽しく理解して、いただくために面白い、動画を、解説動画を撮ってます。ここにその動画貼っときますね。ガゼレレ必須コードでマスターしてください。で、今日そこに出てこないコードをちょっとやろうと思うんですけど、これ、まず1個目。D シャープですね。このブリッジパートの辺で、この辺のサビのところ出てくるんですけど、D シャープをちょっと解説します。押さえる場所。ここと、ここと、ここと、ここですね。だからね、こんな感じになる。はい。OK。ここと、ここと、ここね。ここが D シャープです。はい。次はですね、これは簡単なんだけど、一見字だけ読むと難しい。これ。G、ADDQ って書いてあるんですけど、これ、アドナインスって呼びます。押さえる場所は、ここと、ここと、ここの二つです。こんな感じですね。こう、こう。ここは、ここの響きがいいですね。この二つのコードを使ってガズレレ必須コードプラスで、ラットウィンクスの、安易にできることはまだあるかい、やってみました。はい。じゃあ、ここから、かっこいいバージョンの解説ですけど、もうシンプルにリズムを変えていくということですね。まず、伸ばすところが出てくるのと、あとガズペジオという弾き方。この弾き方です。これはピアノっぽい感じのイメージの時によく合うガズペジオ。そして、後半の方では16ビートのチャというビートです。これはバラードというかちょっとね壮大な感じが出るようにゆったりとした16ビートのチャというリズムでございます。はい。で、この2つのリズム、ガスペジオと16ビートのチャのリズム、ここに解説動画を貼っておきます。これ、このページはですね、リンク先はですね、ガゼレレのホームページの1枚で、ウクレレできるリズムのいろいろというページで、その中から16ビートのチャとガズペジオで動画で習ってください。はい、勉強してください。で、16ビートのチャはね、いきなりはちょっと難しいんで、8ビートという超基本になるリズムをマスターして、8ビートのチャというリズムをマスターして、16ビートをマスターして、その次という、なかなかこう階段を登るようなリズムなんですけど、ぜひ挑戦していただきたいです。はい、このリズムの展開、リズムが変わるところに一応テロップつけておきますんで、それでなんとなくこう読み解いてください。じゃあ心を込めていきましょう。愛にできることはまだあるかい、ラッドウィンプス。ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。愛にできることはまだあるかい、何も持たずに生まれ落ちた僕、ドアの隙間で
秘密じゃなきゃ意味がないんだ。愛にできることはまだあるかい。僕にできることはまだあるかい。何もない僕たちに終わりある人生になぜ希望を満たせたか。なぜこの手をすり抜けるものばかり与えたか。それでもなおしがみつく僕らは醜いかい、それとも綺麗かい。答えてよ。できることはまだあるかい。ラッドウィンプス、ガゼレレ流かっこいいバージョン、ショートカットですけど、やってみました。やっぱりね、この淡々とした中でだんだんこうじわじわとこう愛がこう盛り上がってくる感じが、出ればいいかなと思います。映画の世界観とこうシンクロしてかなり気持ちよくできるんじゃないかと思うんですけれども、皆さんこの夏はこの曲を思いっきり歌いましょう。そしてお知らせなんですけど、はい、こちらです。これガズの初めてウクレレということで、昨年の12月にリリースしたウクレレなんですけど、これはね、最初の一本の初めての一本にももうふさわしいし、これウクレレあなたも初めてよ、これ楽しいよというプレゼントにも最適というリーズナブルで、音もお求めやすくて、かつ音も良くて弾きやすいというガズがプロデュースしている、この初めてウクレレか、あとこっちのいつもこれを使ってます、ガズのわがままウクレレ、はい、この辺のことぜひこちらの方でチェックしておいてください。ここにリンク貼っておきますけど、ウクレレの情報はこちらのリンク先、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう1個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでねアプリがあったりするんですよ。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる、これもねすごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにねいつもつけてるこの水引きだとか、このストラップキャップだとか T シャツとか山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいですよ。あとそれとね、これです。はい、ドーン、リフトミュージック社から出てるこのね信号機みたいな、赤青黄色みたいな、このね楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでねまあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単で分かりやすいですね。しかも100曲入り50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライフもうさらにね輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。